豊川市の幹線通りの一つ南台通に接続する場所で終点となる。愛知県道373号、今野豊川線は、愛知県豊川市水戸町今野から同市南台通4丁目に至る一般県道である。起点は山の中の小さな集落にある。愛知県道368号豊川、釜凍線との交点がこの道路の起点だが、 県道368号が未完成のため、交差点ではない中途半端なところが、起点になっており、実質は、県道368号の蒲氷方面と一体化している。起点から、豊川市中心部近くまでは、田畑や民家の中を通る。ため、あたり町地内の音羽川を渡る前後は少し、複雑な経路となっていて、福音も、軽自動車でさえ、通行困難なほど狭い。 次に、国道23号と橋バイパスの豊川ためあたり、IC のすぐ東側で、県道31号と交差するが、同 IC 開通後は、県道31号に、中央分離帯が設置され直進、右折が不可能となり分断された。なお、終点から起点へ向かう場合の迂回路となるためあたり、超振動交差点から北上する道路も、県道373号に認定されている。 また、豊川ためあたり IC のすぐ西で、県道三十一号を潜る指導も迂回路となっている。迂回して、県道三十一号交点から南進すると、愛知県道三百七十五号前、芝国不停車上線と交錯しながら、水戸町上沢木を過ぎる。すけ、長和を渡って、名鉄名古屋本線の踏切を過ぎると再び道幅が非常に狭くなるが、こちらは普通車でも助行して、 通行可能である。一旦旧東海道に合流してから左折し、国道1号から豊川市道との交点までは街路樹が並ぶ一直線の道が畑の真ん中を通っている。市道を越えると豊川市の市街地に入り、南大通と呼ばれている愛知県道400号豊橋豊川線にぶつかって終点となる。ここから先へ直進すると豊川市道となる。 この間、福音教唱。この間、一部福音教唱。ありがとうございます。